どうも泉圭介です。今日もねデックレビューしていきたいと思います。このYouTubeチャンネル普段デックのレビューしているんですけれども、今日紹介するデックがね、まあタイトルの通りなんだけれどもすごくねレアなねデックになるんですよ。僕もね今回ね見るのは初めてになります。ようやく手に入れたんでそれ紹介していきたいんだけれども、セナ君何食べる？彼はラーメンが食べたいらしい。まあほぼフォースしてるよねじゃあラーメンいきたいと思います。じゃじゃーん、ラーメンピット。ここでまたつけ麺行くよ俺は。最初にね話した通りね、今日紹介するデックはねすごくレアなんですよ。でレアっていうのもねあんまり情報がないんだよね。僕もね結構調べたんだけれども情報がなくて、それがねじゃじゃん、このねステッドソンっていうところのねこれバイシクルになります。これがねなかなか手に入んないんだよね。僕ねようやく手に入れることができましたよ。僕あんまり、ね、大変申し訳ないのちょっとねこのメーカーさんあんまりご存知なくてね、ちょっとね調べていきたいと思います。すごい、これ1865年だからめちゃくちゃ歴史がある。150年あって、で世界唯一の直営店が日本で、こう曝露町にあるんだね。これ2017年の10月7日。あ、全然存じ上げなかった。大変失礼しました。しかも、曝露町ってこの前僕イベントやったとこじゃないですか。ギャルがどっちが聞いちゃったもん、さっき。なんかそんな感じのデックらしいですよね。これ見ていきたいと思います。They still exist with the screen door on the front porch hanging by a hinge where the sun outside the window.Invites the breeze on in. じゃじゃーん、では見ていきましょう。こんな感じのねケースになっておりますよ。バイシクルって書いてあって、でこのライダーパークってあるんですけれども、ステッソンハーツってあるんですよね。これさ、いやこれバイシクルライダーバックですよ。フォントはねちょっと違う感じではあるんだけれども、雰囲気的にはねもう完全にバイシクルですよ。まあだからバイシクルコレクター的にはこれかなり熱い商品ではありますね。で裏面はねもうこのライダーバックな感じなんだけれども、これライダーバックそのままこれ使ったのかな。だとするとなんかすごいね、USB-C よくこれ OK しましたねすごいな。ではではちょっとこれね見ていきますよ。あ、ちなみにこのステッカーはねこうステッドソンとこうなっておりますよ。こんな感じのものになっています。果たしてどんな感じの中身なんでしょう、見ていきましょう。ではいきますよ、御開帳。ほうほうほう、まあこの辺はまあ普通ですね。果たして、おお、なんかこういう感じのさバイシクルあったよね。このなんかあのヴィンテージ風のやつ、なんかそれをね今思い出しましたよ。懐かしいいいね。そして完全デュプリケート、やっぱねジョーカーはねデュプリケートだって欲しいよね。んでんでででん、スペードの A、 ホッチマンコードはないパターンになっておりますが、普通のバイシクルのスペードの S と同じようになっておりますよ。んで、おお、あれなんかデザイン普通だね。なんか今んとこ普通のバイシクルって感じで、ほう、あ、すごい、いい、いい。なんか普通のね、バイシクルと同じ感じの配色なんだけれども、なんか色合いすごくいいね、これ。すごい、なんか似合うな、これ。で、赤はなんかちょっとピンク型赤になっておりますね。まあ多分普通の色かもしんないけれども、なんかそんな感じに見えはしますよ。で、絵札はんな感じで、いいね、あ、普通にいいじゃん。普通に素敵。んで、こんな感じからの、おー、ステッドソンハーツ、広告カード。おしゃれだねー。フェイスのデザインは普通のバイシクルと変わりないので、まず普通にね、バイシクル慣れしている人からしたら、全然お使いいただけると思いますよ。なんか普通にマジックでも使えそうな感じがしますね。なんかこんな感じにさ、なんかこう白じゃなくてデザインされているものだったら、ちょっと使いにくいんじゃないかなって一瞬思ったんだけれども、実際なんか見てみるとね、全然お使いいただけると思います。むしろちょっとなんかクラシカルな雰囲気が出てて、いい感じではありますね。まあ、フェイスがいいのは分かりました。次、バック見ていきますよ。せーの、ドドン。おお、あ、全くこの通りなんだね。あ、いい、いい、いい。普通のライダーバッグなんだけれども、素敵素敵。
かっこいい。え、これ何色だこれ？これグレーなのかな？何色かわかんない。いや、なんかグレー感があるんだけれども、ごめんなさい、ちょっと僕のね、ボキャブラリーが足りなくて、ね、何色かわかんないんだけれども、なんかさ、なんかグレーっぽい感じのものになってますよ。ヴィンテージ風なんだけれども、このなんかグレーの感じがなんかすごいおしゃれなんだよね。え、普通にかっこいいな。なんかこの青のね、ライダーバッグっちゃライダーバッグなので、まあ、この辺はまあ普通だねと言われてるまあそれまでなんですけれども、もうケースがね、おしゃれだしね、広告カードもいい感じなので、僕的にはね、普通のライダーバッグよりね、面白いですね。なんかよりなんかコレクター心をくすぐられますね。一応ライダーバッグと比較しておきますか。じゃじゃん、ライダーバッグはこんな感じ。まあ、これはね、もう見るまでもないよね。普通のライダーバッグなんだけれども、どう？僕的にはね、ステッドソン結構熱いんだけれど、これ良くない？なんかもうパッと見ってかも明らかにライダーバッグなんだけれども、なんか知ってるライダーバッグじゃないみたいなね、こういう感じで、ね、僕的には激アツではありますよ。また絵札の感じもね、非常にいいのが個人的に点数高いね。これ普通にかっこよくない？これなんかね、知ってる絵札じゃないよ、この雰囲気。すげえなんかおしゃれ。肝心の品質なんですけれども、これ普通のライダーバッグと同じ感じではありますね。まあ、この辺は特に変わりはないでしょう。もう普通のね、厚みでいい感じのもので、まあ、普通の硬さと腰ですね。でも柔らかさもね、まあ、バイシクルと同じ感じだと思いますので、まあ、USB-C 製ね、バイシクル普段使われている人だったら、まあ、全然ね、違和感なく使えるものだと思いますよ。まあ、質に関してはね、全然問題ないでしょう。一応ファローもちょっと入れとこうかな。ファローさんは、もうこの辺もね、普通ですね。もう全然本当に普通だね。まあ最近のね、USB-C は本当に質がいいので、なんかそういう感じはしますね。本当に質いいです、これ。一応ね、この模様に関しては、この周りね、この模様に関しては多分ワンウェイになってると思いますよ。実際どうかな？これでわかるかな？この端っこの方を見てもらったらわかりますかね？今この向きになってて、で、これを上下反転させると、そうですね。なんかよーく見るとワンウェイな感じになっていますので、まあこれ多分裏も同じかな。裏面もそうですね。この辺ちょっと、この辺かな。ここを見てもらうとわかると思います。いい感じにワンウェイになっておりますね。こっちの向きにすると多分戻るはず。そうですね。まあなので、まあマジックにもね、ワンチャン使えますね、これは。これなんか、ちょびっとだけワンウェイみたいな感じで、なんか非常におしゃれだと思いますよ。なんかこの辺はね、まあ使っていくには気にならないと思うんですけれどもね、一応なんかワンウェイのものにはなっているようです。うん、マジック畑の人にもね、あのデックコレクター畑の人にもね、非常にいいものなんじゃないかなって思いますよ。いや、非常にね、開けて良かったです。はい、ということでね、本日はこのステッドソンバイシクル紹介してきましたが、いかがでしょうか。いや、これね、ようやくね、手に入れてようやく紹介することができてね、非常に良かったです。これ YouTube で僕今調べた感じでもね、これ動画でねアップしてる人もいるし、まあ、そもそもこれ情報がないんだよね。だからなかなかね、こう情報手に入らないものがね、今回紹介できてね、非常に良かったです。ということで本日は最後までね、ご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画良かったなと思ったら高評価、あとコメントとチャンネル登録お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。イエイ。I'll get a sailboat with a nice dock, cast off to the wind. Lose the compass, maybe get lost, just to come right back again. Set a picnic.